はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ハオデン111回目ですね、やっていきたいと思います。4月なりましたね。で、ですね、ヘイをね、ちょっと雇おうかなと思ってるんですね。もうちょい、あと100ぐらい欲しいんで、9.5、若干高いね。はい、で300で、であと2人に訓練させましょう。45、50ね、あんまり上がらないね。はい、池田さんのところですね。池田さんが空いてるけど、雇わせましょうか。140までしか雇えないんか。50でいいかな。で、訓練ね。ここはまずまずですね。戦闘入りたいですよね。もう国力は上がる。そうですね、三雲さんは100あるので、加藤さんに雇わせるか。お金は？あ、お金全然足りてますね。加藤さんに100雇わせましょう。はい。で、訓練度が若干下がるんで、これを、半分咲いてもね、こっちへ行けるんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい、サニさんのところね。もうここは2人訓練させましょう。はい、94いけるかな。あ、いたいた。はい、あー、中途半端やね。治安を上げときたいですよね。はい、有楽斎さんのところね。有楽斎さんに徴兵、歩兵させましょうか。で、200いけますからね。はい、で訓練欲しいですよね。
さんはちょっと無理なので、岸さんに。でこっちは農業ですね。Thank you.
ゆきたかさんか。動けるのは磯野さんと長船さんね。訓練道治安度問題ないので、解散が欲しいね、やっぱり。そうね、神戸さん、しましょうかね。はい。で、どうしよう。ちょっとタンマごめんなさい。ガモさんちょっとね、呼び寄せて兵を持たせて来させようかなと思ってます。で、神戸さんね、頭で行くのはいいんですけど、はい、ああそっかそっか、動いたとか。兵が雇えないんでねどうしても農業開発、まあ長宗さんはとりあえず農業開発でいいですね。で回収しときましょう。5月になっちゃった。いないよね。はい、訓練ね。サコンさんとさんが動けるね。行くんだったら加藤さん先頭なんですよね。で、サコンさん連れていくかっていうところですかな。偵察いけるかな。勝家さん、はい。はい。
屋できたので、ここは全然訓練度足りてないんで、まあこっからですよね。こっから大垣から呼び寄せて一緒に行っちゃおうかですよね。もちろん同盟軍ね、呼んで削っていかないとね。でここはね、信綱さんに、加藤さん先頭で信綱さんにちょっと言ってもらおうか。他の城からは、いや、いいや。で、あとは、加藤さん、左近さんでね。はい。120ぐらい。よいしょ。で、騎馬。400ぐらい応援来ると見越して、668行きましょうか。はい。あ、いきなり路上戦か。あ、一人やもんね。まあ鉄砲ないし。かなり遅くなりそうですよね。あ、八木さん来た。届く？届かないよね。あ、届くんだ。近づきたいね、そういうことだったら。はい、あ、来た来た。あー、半兵衛さん一部隊か。高いんで、ほぼほぼ連れてきたっていう認識でいいんかな。ああ、届く届く。やばいやばいやばい。まあ当然打つでしょうね。
ましょう。多分ヤギさんは上陸できなさそうなんで。ああ来た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 。急に天気悪くなりましたよね。あ、上陸してきたね。また雨降ってきた。よく降るな。
込む突っ込む。ごめんなさい、ちょっと戦闘の途中ですけど、時間ちょっとオーバーしてますんでね、今回ここで終了させていただきたいと思います。後半はまた次回ということでね、お楽しみにしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。